皆様こんにちは、24スタジオです。今日はですね、こちら DJI のアクション2についてお話をしたいと思います。で、この動画ではですね、初めに、このアクション2の、問題というか不満点について話した後に、良かったなという点を語りたいと思います。なので最初だけ見て、あ、このカメラあんま良くないのかなと思わないで、後半まで見ていただければと思います。まずですね、使ってみて思ったのが、まず熱い、よく言われてるんですけども、このアルミの筐体がさらにこの持った時の厚さを熱く感じさせるというか、うち小さい子供もいるので、これひょっとして危ないんじゃないかなというぐらいの暑さを感じました。で、その熱によって撮影が止まってしまうという問題もありまして、試しにですね、充電をしながら 4K の 30p でやってみたんですけども、そうしたらだいたい20分ちょっとぐらいで止まりました。で、充電をしなくてもやっぱ 60p とかでやると割とすぐに止まってしまうかなという印象ですね。で、原因としては、これ本体とこちらのディスプレイ、バッテリーモジュールの方と常に、充電のやり取りをしてるんですね。で、スマホなんかでもそうなんですけど、充電中って熱くなりますよね。このカメラ常に充電中のような感じで、熱を持ってしまうというのが、この仕組み上の弱点なのかなという気はしています。で、次にですね、GoPro 以上の超広角ということなんですが、歪み補正を入れたモードでも、標準モードでも、やはり、歪んでるなと思うことは多々ありました。それがちょっと、作品的にどうなのというか、仕事で使うときにちょっとここまで進んじゃうと使いづらいかなというのが正直な感想です。で、さらに、いろいろ不具合もありまして、まず SD カードをちょっとフォーマットしようとしたんですね。これ DJI の推奨でもあるサムソンのエボの U3 ですね。の2頃なんですけども、これをフォーマットしようとしたらエラーが出てフォーマットできないんです。で、仕方がなく、こちらの、オズモポケットを使ってフォーマットしたらフォーマットできたので、そのまま使ってます。これがちょっと相性の問題なのか不具合なのかわからないんですが、別の SD カードでもフォーマット失敗したので、何かしらファームか、この個体に問題があるのかなという気がします。あとですね、こちらのカードで、撮影中に何も言わずに撮影が止まってしまったことがありまして、内蔵の、メモリーだったら大丈夫だったんですけども、SD カードでは何も言わずに止まってしまったことがあると。で、この辺は、ひょっとしたらこれの不具合の可能性も考えられるので、新しいカードを今、同じスペックで発注して、試してみようと思ってはいます。またですね、撮影中に画面が崩れて、表示のディスプレイが崩れてしまうこともありました。さらにですね、無線 LAN の接続がうまくいかないことがたまにありまして、で、特にライブ配信のテストをしたんですけども、その後一回ですね、何をしても繋がらなくなってしまって、仕方がなく工場出荷時に戻したと。その後はライブ配信した後もつながっているので、何とも言えないんですが、ファームのバグなのか、いろいろな不具合があって、これは返品しようかなとも思ったんですけども、その後、外に持ち出してみたら、やっぱり素晴らしいカメラだなと思うようになって、キープすることにしました。ちょっとね、SD カードだけは、試しますが。で、どんな点が良かったのか、これから話をしていきたいと思います。
まずですね、超広角どうなのかなと思っていたんですけども、家族で、井の頭公園に行ってレストランで昼食を食べていた時に、こうテーブルのね、端にポンと置くだけで、まあ、家族全体を映すことができるんですね。その映像をちょっと、流しますが。まあ、こんな感じで、非常に気軽に食事の風景を映すことができると。これは超広角ならではだなと思いました。あと狭い店内で、まあ、子供を撮影したんですけども、子供って結構こう動きもあるんですよね。その映像もちょっとお見せいたします。子供が動き回った時もなんとかこうフレームに収まってくれるという点で、超骨格はいいなと思いました。で、次にですね、この厚さなんですけども、子供は危ないかなと思ったんですけど、パッと触ったら、あ、熱いと思ってやめたんですね。まあ、これはその時の映像なんですけども、まあ、ちょっと驚いてそれからは触らなくなったと。で、カメラを触らないというのは、まあ、非常にありがたいことなので、意外と、よかったなと。あれ、よかったなというところですね。あとは、絵が綺麗、色味が、まあ、これは GoPro のヒーロー7なんですけども、GoPro 10のサンプルと比べても綺麗だなと、まあ、よりリアルな、色味が再現できているなと、まあ、これもサンプルを見ていただきたいんですけども、逆光の時の映像ですね。逆光でも非常に綺麗に映ってるかなと思います。で、順光だと、まあ、こんな感じ。非常に、綺麗な色で、映ってるかなと思います。あとですね、よかったのが持ちやすい。縦型ってやっぱり持ちやすいですね。こうやって持つのってなんとなく安定しないし、水平も保ちにくいんですよね。でも例えば子供を撮るときはこれをこうしてローアングルで撮ると、でこうやって持ってると、まあ、水平も非常に保ちやすいですし、ローアングルも撮れるということで扱いやすかったなと思いました。ちょっと子供を撮ったシーンをお見せいたします。ちょっと早い。あとちゃんの操作早かった。めちゃめちゃ早いよ。まあ、あんま水平撮れてませんけども、割とダイナミックな映像が撮れたんじゃないかなと思います。で、歩いた時の、まあ、手ブレ補正なんですけども、やはり、まあ、この辺は GoPro 10と同等と言われてますが、やはりいいなと思いました。サンプルこれもお見せいたします。で、こういう道を歩いてると、本当超広角の、映像、綺麗な感じに映りますね。これ標準で、4K、30p、デブレ補正ありなんですが、まあ、いい感じに映ったかなと。で、夜のシーンなんですが、まあ、こういうアクションカムって夜はやはり苦手と言われていますが、まあ、GoPro 10よりも、まあ、センサーのサイズが大きいということもあって、海外のサンプル見ると割と強いような気がします。私が撮影したのがこちらですね。やはり手ブレ補正がたまにこうピクッと動く時はあるんですけども、まあ、それは仕方がないかなと思いつつ、で、撮影のモードなんですけども、H265 と H264 が選べるんですね。
ただ正直、その差は私にはあまりわからなかったですね。カメラによっては H265 だと結構ブロックノイズが出てしまうものもあるんですけども、これサンプルお見せいたしますが、H264 と H265、拡大してもこんな感じで、特に H265 だからといって、画質が悪くなっているようには、あまり思いませんでした。あと歪みがやはり超広角なんである場合がありますね。こちらの、広い、井の頭池の円形ですけども、端の方はやはり不自然に、なっているかなという気も。で、ちょっと使ってて、もう何点かこう、んって不具合的なところもあったので、お見せしますが、マイクがこれ、1、2、3、4つあるのかな？で、その4つをダイナミックに切り替えてると思うんですけども、そこの不具合かなというようなサンプルをお見せいたします。いかがですかね？子供がこう前後に動いて音の、位置が変わってしまうと、多分どのマイクを使っていいのか迷うというか、その辺の処理がうまくいってない例なのかなと思います。あと次にライブ配信。ライブ配信をした時のサンプルもお見せします。これはフル HD になりますので、解像度は多少悪くなっています。こちらがその映像ですね。なんかちょっといじってますが、どうでしょう、フル HD でライブ配信をしているのをキャプチャーしたんですけども、その割には、悪くはないかなという絵になってるかと思います。まとめですが、意外と超広角使ってみたら使える場面も多いなと。ちょっと歪みは気になりますけども、場合によってはクロップして使うとか工夫すれば使えるかなとは思いました。で、次に色が綺麗ですね。これはオズモポケットも綺麗だったんですけども、DJI さんの、いいところかなと思います。で、意外と暗くても綺麗。この辺はセンサーサイズが大きくなったことによるメリットなのかなと。で、あとは、バッテリーなんですけども、これ1個でだいたい180分持つと言われているんですね。実際はそれよりも短いような気もしますけども、ただ GoPro のこのバッテリー、小さいバッテリー1個よりは長く持つと思います。で、それでも足りない場合は、この下のディスプレイのついてないバッテリーだけのやつですけども、別売りで販売予定、7000いくらかで販売する予定ですので、それを1個持っておくと安心かなという気がします。7000円高いかなと思うんですけども、GoPro のバッテリー3個分ぐらいの容量はあるかなと思うと、しょうがないかなと。あとは、これ、モードがですね、ディスプレイの表示が両方に、前後両方に表示することもできますし、片方ずつ、こうやってスワイプするとですね、こっちが映って、こっちは映っていないというようなことも簡単にできるので、この辺の使い勝手は非常にいいなと思いました。で、最初、本当試してた時、不具合も多いし、暑いし、がむし、返品しようかなと、思ったんですけども、使ってみたら手放せない、ですね。特にやっぱり気に入ったのが、このモードでの持ちやすさが意外と持ちやすいと。結局カメラって使い勝手が一番ですので、そういう意味では
GoPro 以上いってるかな、まあ10は持ってないので何とも言えないんですけども、使い勝手で言うと GoPro 10以上いってると思います。以上で DJI アクション2のご紹介を終わります。どうもありがとうございました。